今日も一日お疲れ様です。りょうです。今回はワークマンで販売されているこちらのすごくカジュアルで綺麗めにも履けそうな秋冬パンツをご紹介していきます。このチャンネルは骨太骨め体型の僕がおしゃれで普段着に使えるワークマンアイテムをたくさんご紹介しています。 YouTube の他に Instagram でもワークマンアイテムをたくさんご紹介しているのでよかったら見てください。それではどうぞ。ということで今回はワークマンで販売しているこちらの2種類のパンツをご紹介していきたいなと思います。見てください、このパンツ、かなり普段着に使えそうなパンツですよね。実はこの2種類のパンツ、今年のワークマンの秋冬のメンズのカジュアルアイテムが強化されるってことで新しく出たカジュアルパンツなんです。実はワークマン女子の店舗とショッピングセンター内のワークマン店舗限定のアイテムで、普通のワークマンとかワークマンプラスには置いていない商品なんです。展示会の動画でもこの2つのパンツ紹介したんですけど、かなりクオリティが高かったので普通の店舗でも置いてほしいなって個人的に思っちゃったぐらいのパンツです。ちょっと見た目もいいし、生地感もワークマンって感じがなくって、本当洋服屋さんのパンツって思うぐらいのクオリティのアイテムなので、早速ご紹介できればなと思います。ではまずこちらがタックテーパートパンツです。タグはこんな感じです。コード番号は36498、お値段は2500円です。カラバリはこちらのダークネイビー、ヘリンボンブラウンの他にベージュ、ヘリンボングレーの4色展開になっています。メンズアイテムでサイズは M から LL まで展開されています。個人的にゆったり履きたかったので、どちらも一番大きい LL サイズを選びました。実はこのパンツ同じ商品名で同じ品番なんですけど、カラーによってこんな感じで生地が全く異なるパンツなんです。それ以外はデザインとかシルエットは全く一緒です。まずこちらのダークネイビーの生地感はこんな感じです。綿 98% ポリウレタン 2% の素材で、光沢感が全くないすごくシンプルな生地になっています。まあ、生地感的にはチノパンに近いような感じですね。実はこの生地に耐久撥水加工がされています。ワークマンで別の撥水加工がされたパンツあるんですけど、そっちはかなり光沢感があって、ちょっとその光沢感が悪目立ちすることがあったんですけど、このパンツはそういった光沢感がなく、シンプルで普段着に着こなせて、しかも機能的なパンツなんです。ヘリンボンブラウンの生地感はこんな感じです。ヴィンテージ感があってすごく渋いですよね。見た目と触り心地本当にウールっぽくて柔らかいんですけど、素材はポリエステルなので手入れがすごく簡単に行えます。ウエストはこんな感じで、前にヴィンテージ感のあるボタンがついてて、しっかりチャックもあります。でベルトループもあって、ベルトも使用することができるんですけど、ウエストに紐がついててイージー仕様にもなっています。でウエストの右側にこういったちっちゃなポケットがついてあります。このモデル昔だと懐中時計とか入れていたモデルみたいなんですけど、ちょうど指が2本分入るような大きさになってて、 AirPods ワイヤレスイヤホンなんかがちょうど入るような大きさになっているポケットです。結構小さなものだと普通のポケット入れてもガサガサしちゃうんで、こういうちっちゃなポケットがあると便利な機能性ですよね。でまだ機能的なところがあって、普通のポケットが横にあるんですけど、その横にさらにこういった感じでファスナーのポケットがあります。結構大きいです。ちょうどタブレットが入るような大きさになっているので、ほんと何でも入っちゃうなという印象です。まあ、意外にこういうポケットあったら何でも入れちゃえるので、まあ一時的にこう詰め込んだりするときにかなり便利ですよね。さすがワークマンの多収納機能です。後ろもシンプルです。でこのパンツのシルエットは、もも幅が今どき感のある太めの作りになっています。で裾にかけてこういった感じでテーパードにもなっています。このパンツ本当太すぎず細すぎないっていう感じのちょうどいいシルエットなので、この秋冬重宝しそうですよね。同じ商品ですが着てみるとさらに雰囲気が全然違うので、早速着替えていきたいと思います。僕の身長は175センチで LL を着用しています。どうでしょうか。
まずはタックテーバードパンツのヘリンボーンブラウンを着用しています。このタックテーバードパンツかなりヴィンテージ感があって冬にぴったりなアイテムです。太ももかなり広めになっていて、裾がシュッとテーパードになっているのでカジュアルですけど綺麗めにも見えるパンツかなと思います。でこのヘリンボンブラウンはウールライクな生地感になるのでかなり着心地いいです。でしかもあったかいんですよね。ほんと冬にぴったりって感じです。まあ、ちょっと冬らしく上はスウェット濃いめのスニーカー履いてるんですけど、冬コーデにぴったりなパンツだと思います。で今僕 LL 着用してるんですけど、骨太骨爪体型の僕なんですけど LL 着用してて結構ウエストがパツパツです。余裕があんまりっていうかほとんどないくらいなんですよね。他のワークマンの LL と比べてもウエストはタイトめなのかなと思います。普段履きにするにはまあまあまあ許容範囲のところではあるんですけど、もし購入しようと検討されている方は要注意です。このウエストのきつさ以外は使いやすいというか余裕があっていいなと思います。で続いてはタックテーパードパンツのダークネイビーを着用しています。どうでしょうか。さっきのヘリンボンブラウンと比べて同じ商品なんですけど雰囲気全然違いますよね。でこちらのダークネイビーの方は生地感がチノパンみたいな感じになっていて耐久撥水の加工がされています。まあ、普通のチノパンと比べてもタックが2つ入っているのでかなりきれいめに見えると思います。先ほどとサイズ感も一緒で、もも幅かなり広めで、裾にかけてテーパードになっているので、カジュアルだけど、綺麗めにも見えるアイテムになります。こっちもかなり綺麗めにも見えますよね。お色味ダークネイビーなんですけど、ネイビーってほど明るくなくて、黒に近いようなネイビーになります。結構スニーカーとかトップスも何でも合いやすいお色味かなと思います。やっぱこれも使いやすそうですよね。生地も全然安っぽくなくってマットな感じですごく高見えします。ワークマンのパンツってどうしても細身のものが多かったんですけど、これぐらいもも幅がゆったりしたものがあると普段着のコーデの幅が広がりますよね。先ほどもちょっとお伝えしたんですけど、ウエストは LL サイズでギリギリです。それは変わりはありません。で今秋コーデに合わせてちょっと上はシンプルに長袖 T シャツに合わせています。まあ、全体的にシンプルですけどパンツがシルエットかっこいいし、このお色味もかっこいいので結構様になってますよね。まあ、ワークマンでパンツ探してる方はとりあえず1枚何か欲しいってなったらこういったタックテーパードパンツもいいんじゃないかなと思います。個人的にはまあウエストのちょっと問題はあるんですけど、すごく使えるパンツだと思います。2つ目のパンツはこちらです。タックワイドツイルパンツです。タグはこんな感じです。コード番号は22456、お値段は1900円です。カラバリは5色展開になっていて、今回はこのブラックを選びました。メンズアイテムでサイズは M から LL まで展開されています。妹木らしくゆったり着たかったのでこちらも LL を選びました。生地感はこんな感じです。ポリエステル 100% の素材で、見た目はウールのような生地感のパンツになっています。前にボタンがあってこっちにチャックもあります。でベルトループもあってベルトも使用することができるんですけど、紐調整できるようにこういった感じでイージー仕様になっています。こっちのパンツはどっちかっていうとワークマンらしさがあんまりない、まあ、シンプルなパンツになるので、この機能がすごい多収納とかはないパンツです。で前にはタックがついてて、このタックが裾まで跡がついててカジュアルなんですけど、すごくきれいめなアイテムにもなります。スラックスに近いような感じですね。後ろもこんな感じで、まあ、ワークマンらしからぬシンプルなパンツです。ほんと普段着に使いやすそうですよね。でこのパンツのシルエットはもも幅がかなり太くて、裾にかけてテーパードがかかってるんですけど、そこまで絞れてなくって、まあ、ストレートに近いようなシルエットになっています。さっきのものよりもかなりダボっと履けるようなパンツかなと個人的に思います。じゃあ早速こちらのパンツも着替えていきたいと思います。で2種類目のタックワイドツイルパンツです。どうでしょうか。
先ほどのタックテーパードパンツよりももも幅そこまで広さはないんですけど、股下がちょっと深くて裾はそこまでテーパードかかってないもので、まあ、どっちかといえばストレートパンツに近いようなパンツになります。でここのセンターにはタックが裾までついているので、まあ、見た感じはスラックスのようなイメージもあるかなと思います。でこっちはウエスト骨太ごつめ体型の僕でもこちらの方がかなりゆとりがあります。パンツによって全然サイズ感が違いますね。まあ、これも太すぎず細すぎないちょうどいい感じのシルエットになっているので、本当これ1枚あったら何にでも着回ししやすいかなと思います。この着方しかできないパンツっていうよりかは、やっぱりこういったカジュアルにも綺麗めにも履けるパンツあるとすごく便利ですよね。さっきのダークネイビーのタックテーパードパンツと同じようなコーデにしてるんですけど、同じコーデでもやっぱりパンツのシルエット若干違うし、お色味もちょっと違うので雰囲気全然違ってくるのかなと思います。こっちの方がさらに綺麗めなコーデ組めるかなと思います。ということで今回はワークマンのカジュアルパンツ、タックテーパードパンツとタックワイドツイルパンツをご紹介しました。どちらも本当に普段着に使えそうなパンツですよね。しかも今時なシルエットでもも幅が太くてゆったり着こなせるパンツで、ワークマンでもトレンドのコーデができちゃうと思います。生地感も安っぽく見えないし、本当デザインとかカラーが絶妙で秋冬にぴったりなアイテムだと思います。ただどちらも LL サイズを選んだんですけど、こっちのタックテーパードパンツの方がウエストが結構小さかったので、身長175センチの僕でギリギリでした。似てるパンツなんですけどサイズ感が全然違うので、もしサイズ選びをする際は必ず試着するようにしてください。まあ、全体的にゆったりダボっと履きたいっていうなら、こちらのタックワイドツイルパンツ、ゆったり着たいけどもうちょっと細身でも着たいなっていう方にはこちらのタックテーパードパンツをおすすめします。ただこのアイテムはワークマン女子店舗とショッピングセンター内のワークマン店舗限定のアイテムになるので、こちらはご注意ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後もワークマンアイテムやプチプラアイテムをどんどんご紹介していくので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。